元オリンピック選手からマウンテンバイクについて教わるイベントが名取市で開かれました。膝と足首特に意識してくださいね。今日のイベントには親子連れなどが参加し、元オリンピック選手の小林加奈子さんが講師を務めました。マウンテンバイクは山道や岩場など険しいコースを走るのが特徴で、今日は砂利道に障害を設けたコースで基本の姿勢や重心の取り方などを教わりました。そう、小花ちゃん上手、頑張れ、前、参加した人たちは初めは慣れない姿勢や障害物に苦戦していましたが、徐々にコツをつかんで楽しんでいました。結構難しかったんですけど楽しかったです。いつか自分で買ってやってみたいなと思います。ちょっと最初おっかなびっくりっていうのもあったと思うんですけど、ワクワクドキドキ感が伝わってきました。名取市では自転車を生かした街づくりに力を入れていて、来月開幕する東京オリンピックでは静岡県で開かれるマウンテンバイクのレースを応援するツアーを計画しています。